はい、皆さん、こんにちは。ヒッポー QD です。で、今回はね、自分の、本気のガチでやっていきたいと思います。はい、こんな感じになっております。では、行きましょう。ん？上にいる？敵がどこにいるかよくわからないんだけども。やっていきます。オーバータイムです。結構ね、仲間が奮闘気味です。なんでいるのに放置したんや。こっちにもいますね。はい。で、あっちはあっちか。上登らんといかないわけか。結構全軍そっち行ってますね。こういう時意外とこっちにいたりする時もあるんで。少しここら辺の警備とやら。ほら、いるじゃん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 。ああ。さすがにね、多すぎ。はい。やっていきます。黙れ。黙れ。よし。くたばってもらいました。おっと、そっちにいるか。よし。おお、ナイス。いいですね。おお、これすごい圧勝じゃない？これ、やっぱね、カスタムマッチっていうか、レベルが何度か以上の人のみみたいな、あれつけた方がいいですよ、本当に。さっきこっちの方にいた気がするんだけど。いたー、やっぱこっちかい。おい。そしてこっち。こうバリバリ削ってますね。いやー、やっぱリーコンは有能ですわ。リロードしましょう。はい。結構オーバータイム好きですね。ここら辺結構乱闘起きるじゃないですか。乱闘っていうわけでもないけど。おっと、突っ立ってたのか？多分。こっちにいるか。こっちに来るか。こっち。下下がっていきましょう。こちら辺がひどそうですね。どうだ。どうだ。人はいない。仲間が殺しましたね。え、今の俺のじゃないのか。よし。よし。俺のスティッキーが活躍しないな。あまり人出入りというか、激しくないですね。だけど。あともう一人くらい来るんじゃないかな、そこから。ここで待ってた方がいいかもしれないな。まあ、動き回りましょう。ちょっと圧勝すぎるんだよね。あれ？あれ？で、そっちにもいるんだろ。よし。いやー、シキススコープ覗きやすいですからね。いやー、便利です。ここで EMP ストライク。どうだ？結構相手には痛いじゃないでしょうか。すごいね。
ちにいるか、ちょっと急行しましょう。まだまだいる？うわ、よし、最後倒した。はい。18キル1です。いやー、どうせなら死にたくなかったですけどね。50と8。これはちょっと、どうなのでしょうか。はい。オーバータイムではこんな感じでした。まあ、本気ですからね。はい。建設現場。あ、これも建設現場ですね。いやー、寒い寒い。はい、まあ、建設現場ですね。そうですね、ここ最近ですね、結構ね、マイクラとかものこまれててね、寝る時間がですね、3時とか2時とかになってる日する日がね、結構多いんですよね。やっぱね、夜更かししちゃうんですよね。結構時間がもったいないな、みたいなことを思ってしまってね、結構寝て、寝ないでね、そうですね、起きてずっとやってるみたいなことが結構多いですね。やっぱ昼寝しよっかなって思いますね。はい、では今回も絵にし、いきます。だいたい最初はこっちの方で乱戦を切るんで、一応こっちで様子見しましょう。お、結構、なかなか、激強ですね。そう、俺がスティッキーがバレたか。そんな奴は即即殺すしか、方法がねえです。いやー、まあスティッキーはまあ分かっちゃいますよね。こっちにはいないのかな？なんて場所にいるんだ。よし。敵か。3対3だからある程度いると思うんだけど。あれ。反対側にいるぞ、なんか。結構静かですね。まあ別に自分は静かなゲームが嫌いなわけではないですけど。3人ぐらいいるんだったらね、もうちょっと出てきてもいいんじゃないかなと思いますけどね。おっと、おっと、後ろからいきなり襲撃されましたね。お、エニシを拾ったら、よし、殺しに行くぜ。さらば、ブッシャーで消え撃ててもらう。あ、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 いやー、快感ですわ。やっぱね、まあ、取るっていうのは、まあ、ありっちゃありなんですけど、やっぱね、自分のを取られると、まあ、いい気はしないですよね。取られたら、ちょっと、ブッシャーで、ちょっと、お返しいたしました。いやー、性格悪いですかね、これは。でも、そんなもんじゃないですから、ね、やっぱ自分のなんかね、武器を取られると、結構なんか、プライドが傷つくみたいな、ね。まあ、ゲームにプライドいってどうするんだって思う方も、思いますけど、まあ、できることならね、復讐してやりたいとは思うと思うんですけどね。分かってくれるかな。でも本当に静かなゲーム。やべやべやべ、来てくるぞ。そこで俺がバーン、バレたらバーンですから。もうダメですよ。リコンのお返しです。よし、どこにいる。後ろか、後ろか。ちょっと撃で、位置を知らせとくか。ちょっと待って、結構。うわ、めっちゃいるやん、めっちゃいるやん。びっくりした。待ち伏せですか、これは。お、タレットが作動してる。タレットが作動してるけど、どこにいる？こっちかー。よーし。よーし、どこにいるんだ？あ、
これはブッシャータイムの時間？これはやばいな。おお、仲間ね。なっこもないっす。俺がふざけてブッシャータイムなんてやったから。死ぬとこだった。向かないと思ったんだけどな。敵が積極的じゃないんだな、これはな。そんな時は俺から仕掛けに行ってる。おーっと、やっぱいるよ、こっち。はい。来んじゃない、こっち。まあ、こっちの城はこっち、あの方に守ってもらってるんで。だいたい外側はほぼ占拠してますからね。ちょっと待って。あ、どこ？後ろが。まったいいでしょ、あれだよ。そんなにブッシャー。いやー、ブッシャー、ブッシャー、あれ。ブッシャーしたい、ブッシャーしたい、ブッシャーしたい。殺さないで。あ、この人だ。よーし。よーし。あれ、あともう一人行ってきた人は倒されたのかな。中にいるんかな。中か。いや、出てこないからわからないんだな、これが。あまり、スナイパーなんで、突するとしても、先の人を倒した方がよかったか。でも仲間がいたからね。まあ、ここはナイスとなってほしいところですね。で、この誰と戦ってんだ？後ろから来てないか？いるじゃないですか。さっきいたよね。ここら辺走るんじゃない？走り抜けてた気がします。ちょっと後ろから追いましょうか。あれ、やっぱいますよね。おお、見事に。どこもないっす。いやー、でも出てこないな。人口が少ないね。ゲーム内というか、このバトルの人口が少ない。何やってんの？あ。はい、というわけでね、こんな感じになりました。なんかもっとね、人がね、ワンサがいるとね、結構楽しいんですけど、まあ今回はこんな感じです。はい、というわけで今回は、エニシの方で、ちょっと自分のね、結構マジな、戦いをしてみたという動画でした。これからもね、エニシの結構マジ動画結構出していきたいと思うんで、よろしくお願いします。はい、というわけで今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。